Dr. Liu, Smile Workout。 こんばんは、リュウシンノスケです。こんばんは、中村優子です。この番組では毎月一組ゲストを迎えして、こだわりのライフスタイルや趣味のお話などを通じてスマイルライフのヒントをお聞きしています。さらに劉先生の歯科医師ならではのお話やアドバイスもお届けします。今月は番組がスタートして初めての男性ゲストでいらっしゃいます。劉先生はどんな印象を持たれていますか？ですね、僕はあの小さい頃に見てたあの戦隊ものの、あのレインボーマンというものがあったんですけれども、それの主題歌を歌ってらっしゃる方で、僕は3歳ぐらいですよね、そのちょうど放映してたのが。すごい有名な歌だと思うんですけれども、その方とにお会いできるのがすごいあの興奮しております。ねえ先生、いつになくワクワクしてらっしゃいますけれどもね、はいはい、さて今月はどんなお話が聞けるのでしょうか。それでは今週もドクターリュウのスマイルワークアウトスタートです。ドクターリュウスマイルワークアウト。それでは今月のゲストをご紹介します。水嶋優さんです。こんばんは、お邪魔します。よろしくお願いします。こちらこそさて、もう水嶋さんといえば、はい、長きにわたってご活躍されている水嶋優さん、うん、声優、ナレーター、俳優として様々な、はい、本当様々なっていう感じがしますけれども、うん、まあ皆さんそれぞれな印象がなんかあるような気がするんですが、はい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 、でもやっぱりこうイメージとしては元気で明るい水嶋さんっていう、まあそうですね、イメージがすごく。前やってた連想ゲームっていう番組では、はい、クイズタレントみたいな、でもそれ略すとクズタレなんですよねなんでそれは避けたいなと思いますが、まあ一応芸能全般は、はいはい、やっております。そして劉先生、びっくりするのが今年の1月に60歳、はい、還暦迎えられました3度目の成人式を今日もあの赤い服着てらっしゃるんですけど、ね、とってもお似合いです。しまったこれ還暦にちなんでではないですか？いいえ、まあ、ちょっと気持ち鼓舞する部分ってありますよね、色ってね、はいはい、あ、なるほど、はい、赤だとどういう気持ちに？ちょっと上がりません？あ、気持ちがね、うん、はあ、それもあって今日お邪魔するので。あ、嬉しいですね。やっぱりこう明るくいきたいなという思いはありますよ、はい、ありがとうございます何をしちゃいますよ。いやでも、ね、僕実は今患者さんで、はい、あの矯正しに来てる子で、はい、あの声優になりたくて東京に上京したっていう子がいるんですよ。なんでですか、なんで止めるんですか、はい、まあ大変だと思うんですけど、でその子がね、そのやっぱりこれから先あの声優になった後にやっぱりあのメディアに出たりとか、いわゆる自分の顔が映ったりとかしなきゃいけないので、うん、はい、やっぱりすごく歯を気にしてるっていうことをおっしゃっていて、はいはい、なんとなくねイメージとしてはあの声優さんって声のお仕事だっていうイメージなんですけど、はいはい、意外とそのね見た目を気になさる方も結構多いのかなっていうのがちょっと不思議だったんですけどね。そうですね、だからその歌手になりたいから声優になるというような流れがきっとあるんだと思うんですけど、はい、ただおやめなさい、はい、あ、そうですかそれどうしてですかあのね、努力が報われる世界ではないんですね。努力以外のものが求められたりするので、でだから近ければ近い人ほど僕は相談されたら絶対やめた方がいいよって、それはこういう理由だから、あんたが頑張ったらその分報われてほしいでしょって、僕も君の人生が報われた方がいいと思うよ、だったら違う道を選んだ方がいいんじゃないのっていう話をします。とてもあの不確かなもので左右されるんですね、出会いだったり運だったり。まずは健康です。でもまずは健康です。何がなくても健康です。どんなに才能あっても健康がないと仕事できませんから、はい、それはもうどの仕事でもそうかもしれませんが、ですがそれ以外のその才能があったらなれるというものでもないし、頑張ったらまずはなれるというものではまずはないので、それで進めないんです。それってきっと声優だけじゃなくて芸能界全一般そういう感じなんですかね。リュウさんのおっしゃる通り、はい、芸能界だけでもないかもしれないですね、はい、他の世界でもそうですよ、ね、普通に会社に入っても出世していく、うん、いかないに限って言えば本人が頑張ったから出世するもんでもないかもしれませんが、うん、それがね顕著なんですよこの世界って、うん、であの会社に入れば、まあ、生活する分ぐらいは大体出るじゃないですか。で僕らの世界ってその名刺作ったら声優かもしれませんが、例えば声優水嶋優と名刺作ればね一応それで通用するかもしれませんが、それで食べていけるかどうかっていうのは全然別問題で、で僕はその金額の多さ少なくさではなくて、その仕事だけで食べてるかどうかがプロの基準だと思うんです。
だから少なくても例えば10万ぐらいの収入だとしても、その声優の仕事だけで食べてれば僕と同じ土壌にいるやつだと僕は認めます。だそういう世界なんでね、なかなか進めないですよね。はい、なんか今日は水島さんの講演を聞きに来てるみたいですね。すいません恐縮です、こんなもう本当に申し訳ない、すいません。先ほども言いましたが、還暦を迎えられたということで、まあ60歳ですよね。いえ3度目の成人式です。はい、いや素晴らしい。本当でも全くそう思えないんですけれども、本当にね、見た目がもうすごくお若いし、うん、声もすごくお若いので、じゃあ一般的なっていうお話していいですか。うん、もちろんもちろん、一般的な、まあ、60代先生、はい、60代からまあ気をつけるべき歯のケアなんていうのをちょっと聞いてみたくなんでしょう。はい、今ね、いわゆる日本人の死因の第1位第2位第3位っていうところに肺炎が入ってきてるんですよ。で今第3位が肺炎なんですね。肺炎、はい、肺炎が原因で亡くなる方っていうのがすごく増えてるんですね。肺炎、はい、そうなんですよ。すごいすごいクエスチョンですね。はい、なんかあんまピンとこないですよね。はい、ただ教えてください。多分ねニュースとかでその訃報とか見てても、はい、結構その肺炎で亡くなりましたっていうのすごく多いんですよ実際。でそれがね結局原因として口の中の菌が、誤嚥をしてしまうといって肺の中に入ってしまって、はい、それが原因菌になって肺炎を起こしてるっていうケースがすごく多いと言われていて、でやっぱりだんだんね年齢を重ねてくるとこう免疫力といって自分の抵抗力が落ちてくるじゃないですか。はい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 、で落ちてくるところに痛感してるよ、はい、でそういうところにね、はい、どうしてもそのいわゆる病原菌となるものがお口の中には存在しているので、それを肺に入れてしまうと誤嚥性肺炎といってすごく、まあ、重症度の高い肺炎になってしまうんですね。それどうしたらいいんですか。ですね、通常肺炎の治療って抗生剤を使うといって抗生物質を使って、はいはい、そのいわゆる治療するっていうもう方法が確立しているので、通常の肺炎であれば抗生剤で対処するっていうことをやっていくんだけれども、うん、その誤嚥性肺炎っていうことになると、うん、菌の種類が多すぎるんですよ。口の中にいる菌が多すぎるので、うん、なので抗生剤を使っても無効になってしまったりとか、耐性菌ができてしまうといってそのもう効かない菌がどんどん増えていってしまったりとかして、そんな見捨てないでよ。いやいやそうなんです。それでいたちごっこになっていっちゃうんですね、うん、でそれで最近その研究の結果、はい、その菌がねもともとどこにいるのかっていうところを追求していくと口の中にいるっていうことが分かったので、それをその肺炎になることを予防するために口腔ケアといってその歯科でね定期的に歯を掃除しましょうっていう運動をやってるんですね。へー、 それ歯磨きではダメなんですか。ダメなんですよ。で歯磨きだとどうしてもねそのいわゆる磨き残しがあったりとか、はいはい、お口の中って皆さんね多分どうして殺菌できないんだろうって思われる方すごく多いと思うんですけど、あ、はい、なんでね歯磨きしなきゃいけないかとか、うんうん、その、はい、なんで口の中の菌ってねやっつけられないんだろうってきっとねやっつけられてしまうと僕ら仕事を失うんですけど、ね、とはいえそうなんですよ。ただなぜ僕らが仕事として成り立ってるかというと、うん、抗生物質とかそのね、何か特殊な、ね、そのうがい薬とかで全部やっつけることができないので、うん、まあ、基本的に歯を磨くっていうことを必ずやっていただくんですけど、やっぱりその主義的な差があったりとか、あと歯ってね結局口の中って構造が複雑なのでいろんなところに菌がいるんですよ。でそこの菌を全部取り切るっていうことができるのが僕らが使っている機械であったりとか、リュウさんのとこ行くと、はい、その特殊な機械でならできるってことですか。まあ、歯科が一般的に持っているその機械っていうのは、はい、例えば歯石っていうものがあって、うんうん、その歯の周りにねこう石がまあ、ばい菌も生き物なので口の中で生きていこうっていうことを一生懸命どんどんモデルチェンジして、ね、そうなんですよ。でそれ強くなってるんですよね、はいはい、でそうすると例えばね歯石といってまあ、口の周り歯の周りに鎧を着て歯ブラシが無効になるように金のあれでガリガリやるやつですよね。はい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 、でそれを取るためには僕らの機械しかないんですよ。歯磨きじゃもう石になってしまうと歯磨きじゃ取れないので、でそうするとその後ね例えばお口の中にすごくバイ菌がつきやすくなったりとか、そういういわゆるタッグを組んでしまってそのいわゆるバイ菌の歯石があると、はいはいはい、そうなんですよ。歯石の上にまたいわゆるバイ菌がついてっていうことの悪循環が起きてしまうので、うん、できるだけお口の中の菌の量を減らすために歯石を取ったりとかそういうことを定期的にやっていただくっていうのが一番効果が高いって言われてるんですよね。 なのでもう本当に肺炎を予防するためには口腔ケアっていうのがもうリンクしてきているっていう状況になってますね。歯石が肺炎につながってるってことですか。まあそういうことですね。こともあるってことですか。はい、へー
俺は思いつかないですね、はい、なのでお口の中の菌がいわゆる肺炎につながっていて、で、まあ、できるだけその抗生剤とかを使わずに治すというか、まあ、ならないように予防していくためには口腔ケアっていう概念がとても大事だって言われてますね。なんですね、はい、その普通にクリーニングだけっていうと、はい、なんかこう自分のなんていうのかな、まあまあちょっと満足したりとか、はい、ちょっとおしゃれだって綺麗にしたりとかいうことかと思ったから、はいはい、そんなことまで関係してんのね。実はね、僕らって治療をターゲットにほとんどやっているので、うん、よくねその歯医者さん行くって、そのいわゆる、まあ、エステティックな理由で来るっていう方が多いイメージを持ってらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、そうイメージイメージ、そうですそうです。ただ実は僕らがやってることっていうのはほとんど治療行為なので、そうするとそのエステとかとは違って治療のを目的にやってるので、うん、まあ、あの見せ方はいろいろありますけれども、結果としてはもう肺炎の予防だったりとかそういうところに全てつないでいるっていう形なんです。それはもっと言った方がいいですよ。だって歯石がさ、うん、肺炎につながるなんて思わないですか、はい、そうなんですよ、まあ、若干歯槽膿漏とかさ、はい、あとちょっとあんた最近口が臭いわよとか言ってとか、はい、なんか歯石ってそんなにね、そうなんです、危機感ないじゃないですか。体全体のこととは思わないですよね。ましてや肺のことなんて思わないですよね、はいはいはい、なのでもうその辺の意識を改革していただけるように一生懸命ね、今歯科医師会とかも、うん、ゆうさん頑張れ、運動してますけれどもね。いやいや今聞いたので、はい、水嶋さんも、はい、ぜひ同年代のお友達にお伝えください、啓蒙していただければ、はいはい、そうですね、そうします。もうここで聞いたからにはお伝えしていただかないと、はい、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ水嶋さんのお話、うん、あのこのベイフェムザ・ベイラインの水曜日 DJ でもあるバズーカ山寺さんこと山寺浩一さん、そして演出家の野坂実さんと演劇ユニットラフィングライブを組まれていまして、はいはい、その舞台が11月に控えてらっしゃいます。そうなんですよ、はい、これがまた大変でね。何を上演されるんですか。何でしたっけ。Run for your wife ですね。そうそうそう、カタカナなんでね、はい、まあ、言ってみればでもね、あのコメディです。コメディをやるためのみんなで笑える舞台を作りたくて作ったユニットなんですよ。去年旗揚げされたんですか。去年が1回目で、はい、それはあのパパ I love you って言って、それもレイクニーのコメディだったんですけど、はい、有名ですよね。割とそうですね、うん、で今度はこの Run for your life、はい、ライワイフ、ワイフ、ワイフ、あ、はい、というまたあの同じ作家の、でもね、だからあの僕たちの感情っていっぱいあるから、喜怒哀楽いっぱいあるから、その重い芝居も大事だと思うんですが、僕らは楽しいのやろうねって言って始まったやつなんで、ただこれはもう皆さんに笑っていただくってとっても大変なことで、頑張ってやっております。この作品結構体動かしますよね、うん、ね、大変そうですよね、うん、あのね頑張るぞ、歯石取って頑張るぞ。ぜひあのこれからですよね、稽古も始まるの。そうですそうです、うん、はい、なんかこう見どころというかここみたいな、あのね、その山寺浩一さんって、まあ、山ちゃんって僕が言ってるんですけど、はい、山ちゃんがの役が、重婚をしてるんですね。二人の奥さんがいるんです、はい、でそれは別にあのチャランポラな男っていうんじゃなくて、その真面目な男が二人の奥さんをたまたま作っちゃったん で、 でそれがお互いの奥さんや周りにバレないようについた一つの嘘が嘘をまた呼んでこう積み重なって、はい、さあどうなりますかって話なんですけど、まあよくできた話ですよね。その中で水嶋さんは、僕は山ちゃんに振り回される役です。こう書きぐちゃぐちゃにされるわけですね。そう、もう引っ張り回されるわけで、だからあの水曜日の山ちゃんの番組そう踏襲しててください。水嶋をいじめるなと。じゃあ言っておきます。ぜひそうしてください。見に行きたいですね。多分この、ね、番組のリスナーの方々ってそのぐらいあのそういうね、あのちょうど結婚してね、あのそういうなんて言うんでしょう、まあ、重婚してる方は多分ほとんどいらっしゃらないと思いますけど。いやいや、ほとんどじゃなくていないと思います。いないと思います。いないです。絶対聞いてる世代の方々が多分見るといいのかなって、ちょっとそうですね、はい、やっぱある程度人生なんかちょっとこう、はい、まあ、まあ酸いも甘いも分かりっていらっしゃる方の方が楽しいかもしれないですけど、うん、そうですよね、でもね結構スラップスティック的な要素もあって、はい、いやそのドタバタ的な要素もあって分かりやすくなってると思いますから、はい、一つの舞台がなのに二つの家庭が存在してるんです、はい、分かりにくいでしょ、はいはい、分かりたかったらおいで、はい、ぜひ本当ですね。はい、このラフィングライブ第2回公演 Run for your wife はですね、11月30日水曜日から12月4日日曜日まで、はい、ZEP ブルーシアター六本木で上演されます、はい、チケットなど詳しいことは水嶋優さんのオフィシャル
ブログで確認していただけたらなと思います。さて劉先生、今日はもう時間来てしまいました、はい、あ、そうなの？そうなんです、来週は水嶋優さんの笑顔の秘密に迫りたいと思います。またお邪魔します、はい、次回もよろしくお願いします。 Dr. Liu Smile Workout。そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。先生ワクワクしていろいろお話聞いてましたね、はいはい、僕は声優さんのイメージとしてはね、あんまり表情をすごく作れる方じゃないのかなと思ってたんですが、もうすごく若々しいですし、もう笑顔もすごい素敵な方で、年齢不詳な感じがすごく、驚きました。赤い服がすごく似合ってしまいましたね、はい、本当にさて番組では皆さんからのメールもお待ちしています。番組へのご感想、リスナーの皆さんの笑顔になる瞬間、歯にまつわる質問などどんどんお寄せください。アドレスは ryu@bayfm.co.jp ryu@bayfm.co.jp です。それではまた来週、お相手は劉慎之介と、皆さん来週まで笑顔でね。中村優子でした。